それではですね、次、手のつき方について説明していきたいと思います。つく手はまず左手からつきます。左、右で礼をします。こうならないように気をつけてください。相手を意識した状態。それから、右、左で戻していきます。はい、手をつくとき、左からつくのは、右利きの人が多いので、その右利き、利き手になる手は自分の体に力が溜まっているので、いつでも攻撃ができる体勢にしないといけません。で、左の手は受ける方の手になりますので、相手の近くになってきます。この状態で相手の方に来たときは、こっち攻撃受けながら、こっちで攻撃ができるようになりますので。なので、その攻撃する手は自分の近く。で、左手、受ける方の手は相手の近くになっていきます。それから、右を持っていきます。はい。ここで大体三角形こう作って、礼をします。はい。それから、利き手側は先に戻さないといけません。これでもいつでも受けれるように。それから左手を持っていきます。はい。また、刀を使って説明する場合は、刀のこの鞘の部分を先に持って、それから、こっち側ですね、を持って、抜き引かないといけません。なので、左、右の順番で手を作るようにしてください。はい、それでは次ですね。手の位置について説明したいと思います。手の位置、連とかする前にですね、まだ相手に対して警戒している場合は手は前にすっと置いておいてください。ここです。はい。なぜ置くかというと、できるだけ相手の近い位置に置いて警戒をしよう。あ、大丈夫だな、礼をしようと思うときは一旦すっと置いて。足の付け根ですね。そこに持ってきて、それから礼をするという形になります。はい。じゃあ続いてですね、重心がやっぱり大切になってきます。この状態から骨盤をクッと立ててください。で、その状態で今度は真ん中にグッと重心を置きます。後ろにこう流れてしまったら、また相手が攻撃を来た時にやられるしかないので、いつでもスッといけるように骨盤を立てた状態から、真ん中ですね。スッと置いておく。で、相手が攻撃したら、いつでも、こういうトレーニングをしておいてください。はい。じゃあ、そしたら、今度は足のこの幅、どれぐらい開くのか、っていうのを説明します。まっすぐ見て。はい。足の幅ですね。基本的に自分の体のサイズになりますので、自分のこの肩幅、この位置から、まっすぐ外側ですね。ここから、膝の内側の先っちょが来るぐらいに両足、膝を持ってくるようにしてください。これが幅になります。正座の。これ以上狭くなってしまったら素早く前にはいけないです。かといって今度開きすぎてしまったら力がこっちこっちに行きますので、基本的に肩幅、用意の時と一緒です。用意の時も基本的にかかとのところが肩幅に来る。なので座ってる時も、この足で支えてるので、足のところ、膝のところが、この肩幅ですね、ところに、こうやって、来るようにしてください。はい、じゃあそしたらですね、最後まとめたいと思います。はい、正座の時ですね、お見せください。はい。立つ時にですね、ちょっと別のやり方もあります。ここから右足を立て回して、その時にあまり足を出さずに、はい、立って、まっすぐの状態、自分の軸が。はい、この状態から、スーッと立ち上がる。で、戻す。はい、で、座る。座って、左足下げる。はい。で、座って、はい。っていうやり方があります。はい、これですね、前に足をあんまり出しすぎてしまうと、体重の移動が大きすぎる。っていう考え方。なので、この軸がぶらさずに、この状態のまま、まっすぐ、はい。この状態のまま、スーッと上がる。っていうやり方になります。ただ、座った時に、そうね。はい、この状態でやっぱり相手に戦う時っていうのは、まっすぐのまま、この状態で上がるのがすごい難しいので、入り身に入って、相手の攻撃を受けたりした方がいいので、重心が少し前のめりになった方がいいっていうので、足をうちの道場では出すやり方ですね、をやっています。はい。じゃあそしたら最後にですね、まとめの方をお願いします。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 タッチ、はい。どうぞ。それでは最後に正座の最終確認をします。立つ
ときは右の足から立って、立ったら右の足を下げます。座るときは左の足を下げて座ります。手をつける位置は足の付け根に置いて、礼をするときは左の手からついて右頭を下げて、右手から下げて左手を最後に下げます。それでは皆さん次の動画で